今日は釣り仲間とつぶろ湖へ行ってみたいと思います。それでは安全運転で行ってきます。ボートセッティングはお任せしました。それではナイスフィッシュ目指して頑張ってきます。あれだこう足でやったら結構硬いですよ。グーってかかりますもん。一個のメモリーそんなこうやってスーッとは多分ずれないと思う。釣りだ。お、来た。かわいいのが来ました。一本目。あ、ぶち切れた。ワームが。はい。じゃあ場所このシンカーで釣れました。一本目。サンキュー。やっと。あ、けどちょっとマシ。レイジースイングぐらいのサイズ。ナイスフィッシュでした。かよー、緩かったかな。ちょっと巻かれたから焦ったかな。いやショック。狙い通り来たのにな。ジャバシャット5票もないと思う。はいそうなんですよ。お、食いましたけど。ちっちゃいっすー。もめこんなはかかる。大きいのはかかる。かわいいな。またこれまた3匹目。3匹目。お、来ました。来ましたよ。お、坂本ですか。いや、お、違う。スパテラ。スパテラ。スパテラの猫。猫違う種類で。ナイスフィッシュです。20弱一応流れ込みなくてね。かといってめちゃめちゃ綺麗かよ。そうでもないね。ほんまにあの上だけしか綺麗じゃないですもんね。ギルが、ちっちゃいギルが、ギル軍団、バス軍団。お、お、すごい。競っとる。競っとる。あー、すげーしゅでーす。お、おお、出たよー。おお、ちょっとマシ、ちょびっとマシ。おらんと思ってハイスピードで出てたらまさかの出てきた。いや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 。やばい、どうした。あたす。なぜ。なんだよ。いい
ャパシャットで釣れました。サンキュー、ありがとう。よっしゃ、オッケー、オッケー。ランディングどうするんですか。いや、手でいきます。はい、すいません。食ったよ。もう2匹ついてきてたっすわ。やばい。こっちの方が取りやすいかな。いいサイズ、太いよ。よし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 、ナイスナイス。おー、けど怖い。よいしょ。あ、これバレんな。よいしょ。はい、プリプリ。ナイスサイズです。サイズです。よいしょ、よいしょ。ちょっと失礼、ちょっと失礼して。よっ、あ、40ないわ。あ、ギリか。ジャスト40、ジャスト。はい、ジャバシャット引いてきたら後ろからチェイスしてきて食ってくれました。サンキュー、ありがとう。プリプリ。すいません。おったし。くそ、でかかったな。全部抜けるな。お、来た。おっしゃ、オッケー。ちょっと増しちゃう。あれ、巻かれてんか。あ、なんか巻かれてんやな。あ、けど、マシマシマシ。おっしゃ。あ、オッケー、でかいでかい。よっしゃ。危ない危ない危ない、ダメダメダメ。オッケー、40ありそう。今日ちょっと傷ありよ。よし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 。どこ行った？おっと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 。よっしゃ。あ、やばいやばい。やばい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 やばいやばいやばい。よっしゃー、うー、よかったー、釣れました。取り返した。何ぐらい？うん、あ、すごい。ありがとうございます、ありがとうございます。うわ、うわ、かかってない。おお、テンション多分。シゴ、シゴ、シゴある。うん。ありそう。6。いや、5っすね。45でした。あ、もう、外れた。
いい。おや。潮の筋で、ジャバシャッと引いてきたら、ナイスバスが釣れました。サンキュー、ありがとう。ないでしょう。おっ、いた。よっしゃ。よっしゃ。かわいいけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、ててててててて。いや、五本ぐらいじゃないですか。潮の筋でジャバシャットで釣れました。サンキュー、ありがとう。ジャバシャット、おまし、おいし、よっしゃよっしゃよっしゃ、お、あぶな、いや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 来ましたよ。よいしょ。いい魚。リッとしてるいい魚。よいしょ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 。な。はい、プルプル、ふと、ナイス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 。今のは水中でこうだな。よいしょ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 。40ある？あ、ない。38ね。うん。へえ。最高です。うん。ブリブリ。しっかり餌食ってそうなやつ。ブリブリのバス釣れました。またしてもジャバシャットです。サンキュー、ありがとう。つぶろこ釣行終了しました。朝から小雨が降っていましたが、昼前には止んで、とても釣りのしやすい一日でした。得意のジャバシャットのノーシンカーリグを表層巻きしていると、ビッグバスのバイトがありましたが、残念ながらバラしてしまいました。でもその後に45センチを頭に2人で合計15本ぐらいのバスを釣れて、とても楽しめました。釣り仲間もジャバシャットの釣りを初めて見て、とても勉強になったと言ってくれたので、すごく嬉しかったです。それではまた次回頑張りたいと思います。ありがとうございました。